飯より麺が好き、まこっちゃんです。全然違う。何これ。あ、香りも全然違う。美味しそう。わあ、なんかスープのとろみがまたなんか違う気がしますね。すごい魚の味が、不思議な感覚ですね。ラムと煮干しがね、ほんと結婚してるみたい。最初にラムが来て煮干しで抜けてくんですけど、またラム来るな。このスープが絡みついて、この柚子がほんといいアクセントになってて、柚子、あ、これはたまらん。あ、よう考えるな、こんな。あ、うまっ。チャーシュー食べますよ。うまい。お腹いっぱいですよ。でも飲んじゃう。すごい、もう一口もう一口ってなるようなあっさり感があるんですね。どうもありがとうございます。飲んじゃいました。ごちそうさまでした。いやー、堪能できましたね。本当に美味しかったです。いや、よかった。ロブちゃん、どうでした？いや、美味しかったです。あ、まあ、ちょっと撮ってくださいよ。ちょっと失礼します。話を。いやー、すごい美味しかった。あ、ありがとうございます。あれ、今日僕、まあ、都合3杯食べたんですけど、はい、やっぱりこう一番最初のいぶしは気合い入れて作った一品なんですね。そうですね、秋の限定のメニューで、まあ、いろいろ燻製に合うソース、いろいろなものを考えて、まあ、これというところに食べてきました。自身で実際作って食べてみて、はい、どうでした？最初に食べた時。いや、もう本当美味しかったですね。やっぱりチーズと燻製っていうのも合いますし。合いますよね。あとチーズと柿の甘みっていうのも最高に相性がいいですね。いや、本当に相性が良くて、もう全てがまとまったなっていう。なんかもう一口って言ってるうちになくなっちゃうみたいな感じだったんですよね。ありがとうございます。で、その後の締めのリゾット、たまらないです。あれだけでもう一品イタリアンとか出せそうなぐらい美味しかったですね。まあ、それもやっぱり燻製などいろいろ食べた後のソースにやっぱ美味しさが詰まって美味しい。あ、そうか。あの丼の中の具材が生きてるってことですね。そうですね。なるほど。ちなみにこのラム豚骨、僕が最初に食べた、はい、あのラーメン、はい、はどういうポイントに気をつけて、まあ、盛り付けだったりとか何か作る際のポイントってあるんですか？作る際のポイント、そうですね、これはやっぱうちのスープの原点って言われるのはやっぱり一番オーソドックスな、うちのスープの味が最もシンプルに分かる、ラーメンになってますんで、まあそうですね、ポイントといえばそのスープにこのうちならではのスパイス、ほうじ茶を合わせて。やっぱほうじ茶だったんですね、はい、なんかすごい急に香りが変わって、あの黒い粉を混ぜた瞬間に、あれたまらないですね。そうですね、めちゃめちゃ合いますね。煮干しは最高の相性なんで。いや、煮干しの方もものすごい美味しかったです。煮干しがこう、なんていうんですか、絶対喧嘩するだろうなと思ってたんですよね。全然喧嘩しなくて、なんかまさにこう、なんつ、まあ、三位一体というか、麺とラムと煮干しが、ふわーっと口の中に入ってきて、3杯目だって気づかないぐらい
美味しかったです。ありがとうございます。あとは多分安藤さんの愛情が、店長の愛情が入ってるんだなって思いながら食べてました。本当に美味しかった。ラムの香りと煮干しが見事に相乗効果。そうですね。なんか今日もありがとうございました。いつもありがとうございます。ありがとうございました。以上、サンドの飯より麺が好き、まこっちゃんでした。